ミハイル・ク・トゥーゾフはソ連で建造されたスベルドロフ級巡洋艦である。艦名はナポレオン戦争で名を馳せたミハイル・ク・トゥーゾフ将軍を称えたもの。ロシアの有名な記念艦である。ミハイル・ク・トゥーゾフは68ビズ号計画型軽巡洋艦の12番艦として計画された。1951年2月23日に ニコラー AF の II の戦後記念第444造船工場で起航。翌1952年11月29日には浸水。1954年12月30日には竣航した。1955年1月31日付でソ連海軍国会艦隊に配備された。ミハイルク・トゥーゾフは冷戦期に地中海を呼び大西洋で 実戦任務を遂行した最初の艦となった。現役時代を通じ15回の長距離航海を行うこととなった。ミハイル・ク・トゥーゾフは、ブラジーミル・カサトーノフ国会艦隊司令官の指揮の元、駆逐艦、ベズコリーズネンヌイとベスメンヌイとともに艦隊を形成し、1956年5月31日から6月10日にかけてユーゴスラビアのスプリと アルバニアのドゥラスを歴訪した。1957年8月30日から9月3日にかけては同じ艦隊でドルラスを再訪した。1962年にはブラジーミル・ビソツキーも出演した映画の撮影がミハイル・クトゥーゾフの艦上で行われた。1964年6月18日から25日にかけては カサ島の不幸人のセラフィムチュルシン式の下、大型大戦艦、コムソモーリツ・ウクライヌイと、ソーブラジー・テリヌイと艦隊を組み、スプリトとドゥブロブニクを訪問した。同年8月2日から13日にかけては、艦隊司令官主席代理、VF ・チャールイ、e、の指揮下、駆逐艦、ナポーリストイと共に、ブルガリアのバルナを訪問した。同年8月30日から9月3日にかけては、 ミハイルクトゥーゾフはスプリトを再訪した。1960年代後半には中東戦争に関連する実戦任務についた。第3次中東戦争の最中である1967年6月1日から31日にかけてと、消耗戦争の最中となる1968年8月1日から12月31日にかけては、 エジプトに対する軍事支援任務を遂行した。1970年3月1日から7月31日にかけてはシリアに対する軍事支援任務を遂行した。1986年から1989年の間には68英語計画による近代化改修工事を受けた。これにより、ミハイルク・トゥーゾフには新しい広角機関法、 コンプレックス AK-230 と新しい電子装備が偽装された。1992年7月3日には海軍を退役した。予備役に入れられたミハイルク・トゥーゾフは保管艦としてセバスト・オポリに係留された。その将来は解体して売却利益を得るか博物館として保存するかの間で揺れた。結局、解体しても大して利益が出ないことに加え、 ミハイルクトゥーゾフの所有権の移ったロシアの経済状況の悪化で解体の実現が遅れた。こうしたことから1994年までにはミハイルクトゥーゾフはロシアに残る最後の下方巡洋艦となった。この年には退役軍人らがミハイルクトゥーゾフを保存する要要望書を提出した。こうした活発な運動もあり1996年には 未配力ゾフを保存する方向で有効活用方法を検討する方針が決定された。館には愛国教育に役立てる博物館とするための改修工事が施行されることとなった。2001年8月23日から25日にかけてのぼろシースクへへ移行され、2002年7月28日に博物館館として一般公開が始まった。ありがとうございます。